7分の22のライブを PR する動画の制作ですか？各メンバーのイメージに合ったものを作るんですね。私は校門の前でピアノを弾くシーンですか？いえ、その音は後でつけるから実際に弾かなくていいっていうのが引っかかってて、嘘をついてるみたいで嫌だなって。そうですね、適当じゃなくてちゃんと選んで弾きます。でも私のイメージ動画ってことだから自分に合った曲がいいですよね。私ってどういうイメージでしょうか。はい、無口とかでしょうか。他にはその変わってるとか。先生、あれから考えてみたんですが、はい、みんなにも話を聞いてみたけど意見がバラバラでした。それでレイカちゃんに相談したんですけど、それを考えて理想像を作ることはできるんじゃないかしら。って言われて、今度はどんな自分になりたいのか、どういう期待をされてるのかを考えてみたんですが、私わからなくてごめんなさい。もう少し時間をください。ここで撮影ですよね。撮影場所でなら何か思いつくでしょうか。ファンの人が私に期待してくれてること。アイドルだからってただ笑って可愛くしてればいいわけじゃないと思うし、私を好きになってくれたファンの人たちに応えられる何かをちゃんと見つけたい。もう時間もないのに、リハーサルも始まってるのにまだ決まらない。ごめんなさい。何を弾くかなんてやっぱり見てる人は気にしないのかもしれない。なのにすみません。先生もそう思いますか？みんなも同じことを言ってくれて。自己紹介みたいなものだからこだわるのは大事だって励ましてくれました。納得できるのが大事だって。みんなありのままの私を受け入れてくれてるみたいで嬉しいです。私、どんな自分になりたいか、何を期待されてるのかはわからないけど、先生やメンバーのみんなは私を認めてくれる。あ、
もしかしたら私はファンの人たちにそのままの自分を好きになってほしいのかも。撮影無事に終わりました。ありがとうございます。動画には演奏の音は使われませんけど、見てくれた人が7分の22のライブに私に興味を持ってくれたら嬉しいです。ありがとう。あの先生、そうですね、あの PR 動画話題になってくれたみたいでよかった。皆さん、その見てくれてありがとうございます。一生懸命たくさん悩みながら作ったから、よかったって言ってくれるとすごく嬉しいです。校門で捕まっちゃってすごくドキドキしました。まさかファンの人が来てるとは思わなかったから。そうですか、みんな喜んでくれたんですね。真剣に曲を選んでよかったです。インタビューの質問が来てる。わかりました、確認しておきます。あ、弾いてた曲について聞かれてますね。みんな気になるんだ。さっきファンの人にも聞かれました。でも実は弾いてた曲名、7分の22のメンバーにも話してないんです。そのですね、なんというか、相談しておいて申し訳ないんですけど、その方が楽しくないですか？世界のすべてがつまびらかになったら面白くないと思うんです。だから先生、この話も秘密にしてくださいね。はい、約束です。ありがとうございました。今日のライブが成功したのは皆さんが来てくれたおかげです。今日ステージの上で気づきました。こうしてステージからよく見ると、ずっと最初から来てくれてる方や、先日 PR 動画の撮影場所まで駆けつけてくれたファンの方もいて、いつ私たちを知ってくれたのか、好きになってくれたかはきっとバラバラで、でもこうやってみんな一緒の会場にいる、それはとっても特別で奇跡でしかないわけで、素敵だなって思いました。以上です。
だってそのちゃんと言わなきゃって思って、やめてください。でも嘘じゃないです、正直な気持ちですから。こんな私を支えてくれるファンの人やメンバーや、それに先生と一緒にいて仕事ができるのは特別なことです。これからもよろしくお願いします。